幹事社の広島ホームテレビです。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は14時午後2時を予定しています。ご協力をよろしくお願いいたします。ではまず知事からの発表があります。お願いします。はい、私から、本日は2点、発表項目ございます。1点目は平成30年7月豪雨災害からの広島ブランド復興の取り組みについてでございます。この度の災害で県内の観光地では直接的な被害がない、あるいは被害が限定的なところが大半なんですけれども、7月の主要観光施設の観光客数は前年の 63% となっておりまして、また宿泊のキャンセル数、これは7月23日付の調査によるものですが、推計で18万人泊に及んでいるところであります。本日はこうした風評被害を払拭をいたしまして、これまで通りまたはこれまで以上に多くの方々に広島に訪れていただくための広島ブランド復興チームの取り組みについてご説明をさせていただきます。まず資料のですね、にあります11府県復興周遊割についてでございます。多くの宿泊キャンセルを受けまして、災害救助法の指定を受けた11府県で連携して観光で西日本を元気に11府県復興周遊割を開始いたします。この制度は11の府県のうち2府県を2連泊以上した場合に1泊あたり上限6000円の宿泊料金を割り引くことで、宿泊と周遊促進を図ることを目的に実施をするものであります。また合わせましてボランティア活動に参加される方の宿泊料金の割引や公共交通事業者等の代替輸送手段の活用への支援も行ってまいります。次に広島ブランド復興に向けたプロモーションです。観光地の正確な情報発信が重要でありますので、首都圏や近隣県を中心としましてテレビや雑誌などを活用したプロモーションを行います。また海外には SNS 等で情報発信に取り組んでいるところであります。さらに県内の主要な観光地へのアクセスなどをまとめた「行ける広島県」を公開をしているところであります。今後秋の行楽シーズンに向けて本格的な復興キャンペーンとして中四国各県と連携した広域プロモーションを行っていくほか、広島県独自のプロモーションをさらに展開をしていく予定としております。この度の災害を受けまして、このなんとなく行きにくいなとか、こう気分じゃないなっていう、あるいはこう行くと迷惑になるんじゃないかといったようなですね、お考えの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、観光で訪れていただくというのも大変重要な復興支援の一つでありますので、ぜひ今回の復興周遊割などを活用いただきまして、多くの方々に訪れていただきたいと思います。また県内の皆様にもぜひ県内の観光地を訪れていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。2点目、やはり豪雨災害管理ですが、被災者の見守り相談支援についてでございます。豪雨災害の発生から約1ヶ月半が経過をしたところでありますけれども、被災者の皆様は心身ともに疲れもたまって将来の不安を抱えてトラブルや周囲からの孤立などが起きやすい時期になっています。そういった意味でですね、被災者のさまざまな悩みに対応して支援をしていく体制というのが必要となってきているところであります。このため市長地域支え合いセンターを設置をいたしまして、被災者の方々に対する訪問などによる見守り、日常生活上の相談支援や生活支援、住民同士の交流機会の提供などによりまして孤立死と自殺の発生を防止をしていく、また早期の生活再建に向けた支援を行っていくといった取り組みを進めたいと考えています。まずは先行いたしまして、9月3日に県の地域支えあいセンター、県地域支えあいセンターですね、と、心のケアチームを開設いたします。県地域支えあいセンターは、市長地域支えあいセンターの開設の支援を行うとともに、開設後は市長センターの職員の人材育成や連絡会議の開催、専門職アドバイザーの派遣など市長への支援を実施をいたします。また心のケアチームは専門的な心のケアが必要な被災者に対して医師、保健師等による心のケアを行いますとともに、市長や支援者に対する技術的な支援を行っていくこととしております。9月以降、順次市長地域支え合いセンターが開設される予定となっておりまして、これらの施設というか、これらの組織がですね、一体的に支援を提供していくことによりまして、被災された皆様が一日も早く日常生活と住まいの再建への道筋を描いていただいて、将来に安心と希望を持っていただけるように取り組んでまいりたいと考えておるところであります。私からは以上でございます。それでは知事からの発表項目について、質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いいたします。朝日新聞社の橋本と申します。1枚目のですね、広島ブランド復興の、復興主有割について2点お伺いいたします。まず1点目が、今回、2府県連続かつ200以上の宿泊という条件がございますが、この点、必ずしも2府県にまたがっていく方に限らない、200以上でなく1泊しか行かないという方も大勢いらっしゃると思いますけれども、この点で制度の使いやすさといいますか、その点はどのように捉えておられますかということが1つです。もう1点が同じくこの点で、この丸2、丸3の旅行者が宿泊施設に予約した場合、あとはボランティアの方の場合ですが、この場合、旅行者、ボランティア参加者の方が、個人で領収書を提出したりということで申し込まれる必要があるかと思いますが、この点、ちょっと旅行者、ボランティア参加者の方の負担になるんではないかと思うんですが、この点についてもお考えを聞かせていただければと思います。はい、今回のモデルになっているのは、熊本地震の際のですね、九州復興割であると思いますけれども、九州復興割の場合には、1件のみ、あるいは1泊のみ、あるいは日帰り旅行も対象になっておりまして、そういう意味では今回は2府県の2連泊となっていますので、少し、ハードルがですね、ないしはその対象が狭まっているということは あると思います。でまた今のご指摘のようにですね、この旅行者の方が自ら手続きをする場合には、かなり煩雑なこの作業といいますか、事務がありますので、これ、旅行者もそうですけど、その提供する我々の方もですね、なかなかこれ、煩雑な制度だというふうに思っています。はい、それで、ごめんなさい、2問目が、ごめんなさい、2問目もう一回いきますか。一緒か。一緒ですね。はいはいはい。まとめて、はいはい。一応、そういった意味では、今回もこの制度自体が始まるということの発表なので、はい、なかなか今から制度をどうこうするというのは難しいのかも分かりませんが、はい、今後の対応について観光庁に何かを求めていく、あるいは県独自で何か補足の説明を、制度をしていくというような予定、考えはありますでしょうか。今回のこの国の事業ですね、国の復興割を使った事業は、これはもうこれでスタートしますので、これを変更するということは、現時点では考えていません。で、ただですね、今回の規模的なものを含めて、まだまだあるいは期間的なことも含めてですね、これまでのキャンセルであるとか旅行者の減少の状況を見てもですね、もっともっとこういった対応が必要だというふうに考えていますので、冒頭でも申し上げましたけれども、州四国で連携をしたキャンペーンであるとか、もちろん広島県独自のプロモーションであるとか、そういったものを展開する中でですね、国の方にもさらなる支援をお願いをしていきたいと考えているところです。はい、ありがとうございます。はい。